DJ 太郎がお届けしております J-Wave Hello World さあここからはサイバーラボのお時間でございますさあ今週は今が買い時のこちらをご紹介手帳2015最新情報はいね、えー、皆さんはですね各県から発売されている県民手帳というのは ご存知でしょうか。ね。まあ、その県のですね、名産や観光地などが記されている手帳なんですが、こちらが今、じわじわと人気を集めているということなんですね。全国40件のものが発売されてます。お40件ということは、東京都は都民手帳出してないんです。はい。ということで、今夜ご紹介するのは、東京の街にフォーカスした、東京散歩手帳2015と。 いいううことなんでですすね東京なくちゃいけませんよそうです、えー、編集を担当したリトルモアの大峰陽子さんもともと東京を散歩することが好きだったということもあって情報を書き留めておくノートが欲しいということもあってこの手帳作られたということなんですね。数々の書籍を手掛けてきた大峰さんですが手帳を作るのは初めてですと。 スケジュール管理の機能を保ちつつ書籍のように読める手帳にしたいということで手帳の中には東京のディープな一面を知ることができるコラムや今言っておきたい東京ガイドを掲載するなどスケジュール帳と、まあ、本のまあこの東京散歩手帳をどのように使ってほしいのか編集を手掛けた株式会社リトルモア大峰陽子さんにお話を伺いました。 この手帳をきっかけにして東京に住んでらっしゃる方も東京に遊びにいらっしゃる方も、えー、意外と知らなかった街の様子を楽しんでいただければいいなと思っています東京は、まあ、あのもちろん観光地も面白いんですけども何気ないあの道とかが本当にこんなに楽しい街はないと思ってますのでそういうことの面白さもこの一冊の中にこう閉じ込めていただきたいなというふうには思っています そそれこそお金使わないであのちょっと近所にあの歩きに行くきっかけになるかもしれませんし東京は意外と歩きがいのある面白い場所だということを、まあ、再確認していただけるようなものじゃないかなとは思っています。はいいあありりがととううござまますすもう今手手元にこの東京散歩手帳あります ありますであのいろいろページをめくってみると「ですね、えー、東京あんこめぐり」と題してですねたい焼き屋さんとか和菓子屋さんが写真付きで載ってたりとか「西荻窪奥渋谷」ねまあ、ちょっとこう散歩しておきたい東京の人気の街なども紹介されております、まあ、東京にずっと住んでるんですけどねこれを開くとびっくりするのが知らないとこばかり旧前田家本邸洋館知ってる知らないでしょ、えー 外側からはひょっとしたら見たことある人もいるのかもしれない。うわ、中こんなにいいなんて。お屋敷を見に行く。お屋敷見に行けるんだ。そういうことすら知らないんですよ、正直言うと。ね、なので、こう、日々のね、えー、まあ手帳って本来はこう予定とかいろんなものを記録するところなんですけど、なんかこう、少し記憶に残る思い出もその中に。一言こうワンポイント。えー ストーリーみたいなのがね、えー、実はこう、また下の方に書くページにありましてね、ね、えー、ここをまたひょっこり見たりするのも楽しいんですね。えー、千住の有名接骨院と森鴎外とか、ちょっとしたこういうストーリーがね、はい、えー、偉人が歩いた街だったりとか、はいまあ、そういったとこに触れることもできる。東京に住んでる人は東京のこと一番知らないんです、きっとね。はいい、えー、普段出かけたことののない東京の街に これを見るとなんかこう出かけてみたくなりますまあ、予定を書き込みたくなりますそんな東京散歩手帳ですサイバーラボ、えー、明日もですね今が買い時2015年の手帳をご紹介しますどうぞお楽しみに